雪森ガードって本当にあるのかな。みんなそれこじらせすぎてないか。雪森ガードなんてあるわけねえだろうが。みんな雪森ガードはねないんだよ。すっぽんぽんのパーなんだよ。みんな女の子に極まってないのかな。じゃない、それはミクたちだけな。ミクたち極まねえから、陶器肌だから。でも実際はあるんだよ。やっぱ V しかクパン。でも代わりにさ、ニコたちにはさ、触れないんだよ。一応言ったんだよね。嘘だと言ってくる。ごめんね。触れたら捕まるよって。触ったら逮捕！モニター越しならぜひ触っていただいて全然いいよ、ニコ。でも、ふとさ、ふとこうやってね。もう触っていいよ、触っていいよ、触って。こうやってね、暗くなったら暗くなったら自分の顔が映り出すっていうね、悲しい 3DS とかやってた時みたいな感覚になってしまう時もあるよね。目つぶされた。びっくりした。一瞬ブラックアウトすると突然自分が目の前に出てくるっていうね、モニター越しだとそういうことが起こるよねっていう話ですね。なんで分かっててやったの。分かりやすいかなってやった方が、別に嫌がらせの意味じゃないよ。その説明が分かりやすいかなって思ったわけじゃん。今変な人映ったよ。ヒゲのおっさん出てくったよ。なんか脱毛のとこってさ、なんかもらえるよな、そういうの。これ使ってどうぞみたいな。なんかもらえるんすか？なんか脱毛器がね、ついてくるみたいなとこあるよ。そんなの知らないですよ。あるある。はぁ、私が行ったところ、あ、メカパイさん脱毛行ったことあるんすか？ある。ないよ、あるわけないです。